海軍経理学校とは、大日本帝国海軍で、書務、会計、被覆、領食を受け持つ、主計家要員に育成のために置かれた、軍学校としての養成学校である。主計家士官の基礎教育を行う、初級士官養成校の機能と、主計家の専門教育を、主計家士官及び家士官、兵に施す、十科学校としての機能を兼ね、さらに研究機関でもあった。 1907年に創設され、第二次世界大戦終結後に日本海軍が解体されるまで続いた。主要校舎所在地は現在の東京都中央区、築地。海軍兵学校及び海軍機関学校と並ぶ旧海軍三校の一つである。略称は海業。海軍経理学校の起源は1874年開校の海軍海計学者とされている。 この時の所在地は、築地ではなく、増上寺のある、芝山内天神谷だった。その後、日本海軍の主刑歌詞館養成制度は頻繁に変更され、それに伴って教育機関も右与曲折をたどった。公明は、海軍会計学者、海軍主刑学者、海軍主刑学校、海軍主刑官練習所と廃止機関を挟みつつ、変遷した。 海軍主計学校時代の1888年に校舎が築地へ移転し、以後の海軍経理学校の中心地となっている。この間、1889年には海軍内部で若年者を生徒から教育して、少子傾向補正を要請する方式が廃止され、軍外からの登用試験で少子傾向補正にする方式のみとなっている。他方、可視間、 兵隊賞の練習生教育は同じ1889年から開始された。日露戦争後になって、現行方式では、主係歌士官人材の確保が不十分であるとされ、宇都宮カナ主係大元の主導で、生徒教育からの主係歌士官養成再開が決まった。1907年に海軍主係官練習所を海軍経理学校と改称し、2年後の1909年に、 海業第一期生が入校した。学生や練習生の協定区分もこの頃に確立された。なお、生徒教育再開後も、旧正大学在学中に委託学生として採用した上卒業後に、主計歌士館へ任用する制度が並存し、1923年までは任用例があった。1938年には、 軍備拡張による主計科士官の需要増大に対応するため2年、現役士官制度が主計科にも拡大され、経理学校で2年現役士官を対象とした補修学生教育が開始された。在校者増加に対応するため校舎移転も検討され、太平洋戦争中の1943年に、お台場へ品川文校を開き、練習生、ついで補修学生を逐次移転。 1944年に本校舎を品川へ移転して、築地を分校化。1944年から1945年には、疎開の関係もあって、浜松分校、樽見分校、柏原分校の各校が開かれ、経理学校本部を樽見に置いた状態で終戦の日を迎えた。生徒教育は、海軍兵学校と海軍機関学校と同様に、 旧制中学校卒業者を採用して海軍生徒として教育する過程である。卒業後は主刑省移行補正を経て主刑上位に任官される。採用生徒数は兵学校や機関学校に比べて少なく一つの木の卒業生は日中戦争開始まで20人以下であった。そのため日本中の旧制中学校から春祭が集まった一方、 極端な英才教育がエリート意識を増長させる弊害もあった。海境30期以降になると生徒の採用人数も次第に増加し、太平洋戦争中の海境36期では約250人、海境37期では約500人となっている。修行期間は海境1期では3年間で、対象前期に3年4ヶ月間に延長。 対象後期には3年間に戻されたが、1928年に3年、8ヶ月間、1934年に4年間と再延長された。その後は国際情勢の緊迫から短縮が繰り返され、最終卒業の35期は修行期間2年4ヶ月だった。補修学生は2年現役士官と呼ばれる人気付きの主形歌士官を養成するための測成課程の 在校者である。生徒教育とは異なり、旧制大学や旧制専門学校の卒業者及び、高等文官試験合格者から志願者を募り、入校と同時に海軍主計注意に任官させた上、5ヶ月程度の基礎教育を行った。1942年からは、見習い官の身分で教育を受けることになった。卒業すれば、舞台配属となり、 入校時から起算して2年間だけ現役に服した後に予備役に編入される建前となっている。採用数は経理学校生徒に比べて多く、1944年までの7年間で3500人以上であった。東京帝国大学、東京商科大学等有名大学の卒業生の多くが志願者として殺到し、戦後の政財関係で活躍する人物を多く、 排出することとなった。兵から叩き上げの主計が巡視官等に幅広い教育を施すための専修科も置かれた。受験資格を有するのは巡視官と新旧2年後以降の一等科士官とされ、入校試験を経て少数が採用された。口述の十科高等化練習生を優秀な成績で卒業したものが多かった。教育内容は生徒に準じたものとなっている。 専修科卒業後に特務士官となると通常の特務士官が配置されない職にも正規士官に準じて配属されることになった。専修学生は太平洋戦争中の1943年を最後に採用中止となっている。経理学校は海軍兵学校と同じ初級士官養成校の機能に加え海軍水雷学校などに対応する。 主計科の十科学校としての機能を有していた。主計科の士官に対しては、主計上位、中意に初級主計士官としての教育を施す。普通科と主計中意から軍艦等の主計徴用員を養成するための高等科高度な専門研究を目的とした専科があった。専科教育は、一般大学に校外派遣学生として入学しての委託教育もあり、特に、 東京帝国大学への派遣は海形成と各機の優秀者数名が選ばれるエディートコースであった。なお、高等科設置の建前とは異なって、高等科に行かずに主計長を務める例も多かった。主計科の可視官、兵の十科教育のためには、普通科練習生と高等科練習生が設置されていたが、さらに高度な特殊科練習生課程までは存在しなかったが、 選抜された者が民間学校へ派遣される制度が導入されており、派遣された者は、巡視官以上へ昇進している例が多い。練習生の専修分野は、経理術と医療術の二つに分かれており、経理術専修では会計等の事務を、医療術専修では、調理や栄養学、皮膚などを学んだ。主計科の歌士官兵が採用されるのが原則であるが、 普通科経理術練習生だけは、他兵士からも受験可能で、毎年若干の入校者があった。海軍経理学校の石踏み、主計科士官になれば最前線で死ぬ、可能性が多少なりとも低くなるため、兵役のガレの意味合いもあった。感染勤務であっても、環境で戦闘記録を取るため戦死率も上がった一方、感染が沈没する際には、 軍医とともに真っ先に記録書類を抱えて逃げることが使命となっており、また広報勤務で兵器工場などの監督になることも多かったため、総合的に判断すれば他の都がと比べて戦死率は極めて低かった。機関化将校は兵化将校との区別が段階的に撤廃されたが、主計化士官は敗戦に至るまで戦闘要員の将校とはされず、 超高相当官であった。ありがとうございます。